11月初旬の1週間を利用して大阪放送局並びに関西圏各放送局が制作する全国放送番組や近畿に関連した特集番組を特に集中編成して展開する企画大阪局が2001年11月に現在の新局舎を大阪市中央区大手前に完成したことを記念して行われているもので2000年までは5年ごとの 開局記念年度が実施された時に NHK 大阪の開局日に合わせて6月に行われていた。我が心の大阪メロディの生放送が行われる NHK 大阪ホール2001年以降ゴールデンタイム枠に総合テレビを通して放送されている公開番組。会場は NHK 大阪ホール。2013年まではラジオ第一でも放送されていた。 番組天才としては毎年8月に実施されている思い出のメロディーの関西版といった趣で視聴者から寄せられたリクエストとそれに関するエピソードを記したお便りと歌手の歌唱を紹介し、また関西に縁の深い著名人、その年下記の連続テレビ小説の出演者などをゲストに交えてその歌にまつわるトークを展開していく。 1> 第1回では、屋敷高陣に出演を依頼するも、高陣本人は即座に断った。高陣は生前、NHK 嫌いを公言しており、誰が、ふ NHK なんかに出るかと出演を断ったことを、自慢話にしていた。その高陣が成居した2014年には、代表曲である、やっぱ好きやねんが、天道よしみによって歌われた。フィナーレは、当初は、 中村康が本番組のために作った曲、大阪ヒューマンランドやんか。を、中村自らの指揮により全員が唱するものであった。しかし中村が高齢となり、健康上の問題もあったこと、歌詞の中に出てくる、プロ野球チームの大阪近鉄バファローズが2004年に消滅したことから、2005年で終了。 2006年から2010年、2013年、2015年から2017年、2021年は、上沼恵美子が、実施、うなばら万里との漫才コンビ、うなばら千里、万里として1975年に発表した、大阪ラプソディを、上沼本人のメインボーカルにより全員合唱した。この他、2011年、2012年には、青い山脈が歌われた。 なお、大阪ラプソティについては、常述以外の年も上沼により番組内で歌唱されている。他に2014年はこの年の大阪曲制作の連続テレビ小説、マッサンのヒロインがスコットランド出身であるという設定を踏まえて、ヒロインを演じるシャーロット・ケイト・フォックスが、スコットランド民謡、オールド、ラングサインを1コーラス歌った後、その日本語詞である。 ホタルの光を出演者全員で1コーラス歌い、2018年は DA。パンプが USA を大阪東院高等学校吹奏楽部と同志社、香里高等学校ダンス部とのコラボレーションという形で、2019年は天道よしみ、道頓堀人情で、2020年は和田明子、あの鐘を鳴らすのはあなたで締めくくった。 我が心の大阪メロディーに関するカテゴリー、ありがとうございます。